はい、皆さんこんにちは、今日はオートで遊ぼう杯優勝戦です、今から、優勝戦出場選手にお遊びインタビュー行ってきます。今日もよろしくお願いします。はい、1号車です。菅野選手です。はい、カンカン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すげえやん今回。そうですね、なんか前節から動き前節からね良さそうですね。前節からピンラッシュやん。たぶんタイヤっすね。タイヤ、タイヤがいい。タイヤだ、タイヤがいい。エンジン部品何かやったとかじゃないの？そうですね、そういうのはあんまりないんですけど、うん、とにかくタイヤ、タイヤっす。はい、ってことは今日のレースのタイヤは、あ、昨日と一緒で、昨日の、はい、じゃあいいタイヤね。タイヤに不安はない。タイヤに不安はない。わかりました。今日の、優勝戦に向けてはエンジン扱う予定はどうかありますか？エンジンちょっともうちょっと欲しいんで、うん、ちょっとタイムがな、もうちょっと出ればな、はい、結構振り切れる可能性もあるんで、ちょっと微調整して、どの辺やる？ヘッド周りか、うん、キャブ、はい、ヘッド周りキャブね、分かりました。やると思います。分かりました。今節のスタートの切れどうでしょう？スタート、普通だと思いますね。食われてないですし、初日から悪くないとは思います。これゼロワン短期ならね、もうぜひここ行って、はい、自分の展開、これ大チャンスだよこれ。まあ自分の好きな展開ですよ、ね、だよな、はい、ゼロ短期でそうだな、はい、で後ろにちょっと抑えるのが上手い選手、新井さんとかいるから、ね、昨日終盤を追いつかれちゃったんで、もうちょいやっぱ自分が上げないとっすね。そうだな、はい、もうちょいね。今日だから上がりもうちょっと歯食いしばって 3.40 秒出すとハイチャンスだよ。はい、頑張ります、ぜひ頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、そうしました、優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、スタート切って逃げ切れるように頑張ります。はい、2号車中野選手です。中野さん、優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。前回のプレミアムカップの、中盤から絶好調じゃないですか？そうですね、最近では一番いいですね、はい、ここ中盤の3日目からピンピン2ピン2、はい、なかなかすごいですね、はい。今回あれですか、伊勢崎来て何か部品か何かやって上向いた感じですか？そうですね、あのリング交換して、はいはい、よくなりました、ね、いい感じで、はい、分かりました。今日はどうでしょう、優勝戦に向けて扱う予定あったら教えてください。多分レース前にキャブを、キャブ調整、はい、うん、昨日のまんまでいくか、はい、まあ、もっと冷え込めば少しやろうかなっていう感じですね、はいはい、やる感じで。今日優勝戦もし晴れたら考えてタイヤどうでしょう？うん、まあ一応昨日まで使ってたのを、はい、うん、使おうかな、ね、と思ってます、はい、分かりました。さあ、これ10戦ポールポジションです。スタート切れどうでしょう？スタート自分なりには、はい、プレミアからそれなりに、ね、いいですよね、はい、内枠の時は、はい、じゃあこれぜひ中野さんが行って、そうですね、展開作ってください、はいはい、よろしくお願いします。はい、優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。そうですね、スタートインコースなんで、スタート行って、まあ、優勝できるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ここ3号車中田選手です、はい、中ちゃん優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。なんか前節から結構ピンラッシュが続いてるんですけど、どうですかエンジン、今節、ね、今節もね、掲示板、はい、3着1着と来ましたけど、はい、どうですかエンジン。初日はちょっとレースでずれて、うん、なんか進みが悪かったですね。はいはいはい、うん、まあ、昨日は良かったです。昨日良かった、はい、これ何かエンジンは扱った感じかな？あ、もうキャブ、キャブね、はい、分かりました。今日はどうかね、優勝戦に向けては扱う予定はありますか？あ、今日もキャブ調整。今日もキャブね、はい、分かりました。さあ、ここ優勝戦考えてタイヤどうでしょう？昨日と一緒。昨日と一緒、はい、フロントは変えました、はい、低くなったんで。フロントだけ変えて、後ろは一緒ね、はい、分かりました。さあ、ここ10戦内から2番目、今節のスタートのキレを教えてください。まあ、昨日も行かれたし、良くないですね。良くない、ちょっと浮いちゃったな。あ、浮いちゃったな、はい、これじゃあ自分がちょっとその辺スタート練習でちょっと修正して、ズドンなんて行っちゃえば結構行けたらいいですね。ね、行けたら、うん、で、そこまで自信はない？ない、全然ない、ない。そっかそっかまあじゃあスタートで、ね、いい展開作って、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、そうしました、優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。今日も頑張ります。はい、4号車は新井選手です。新井さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと前回山陽はかなり苦戦したんですけど今回伊勢崎戻ってきてピン2と来ました、はい、エンジン感じどうですかね？エンジンはまあ
いいと思います。いいですか、はい、これこっちして何か部品か何か扱った感じですか。採用のまま、採用のままってことは地元に合ってる感じですかね。わかりました。今日どうでしょう、優勝戦に向けて扱う予定あったら教えてください。特にこのままできます。このまま、はいはい、分かりました。タイヤも、はい、タイヤもこのまま、このまま分かりました、はい、さあ、今節のスタートのキレを教えてください。まあいい時に比べるとちょっと甘いんですけど、はい、まあ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 普通には切れてます。まあここでも普通に言ったら新井さんが行くあれじゃないですか。行きたいですよ、ね、行きたいですよね、はい、じゃあぜひちょっとスタートから行って弟子の哲也を苦しめられるようにちょっとぜひ親父の、まあ、邪魔しないようにわかりました、はい、はい、そうしました。優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。はい、今日も頑張ります。応援してください。はい、5号車は横田選手です。はい、賞金優出おめでとうございます。ありがとうございます。今回ピンピンだけど山陽から数えて4連勝、はい、すごいね。山陽でピストン変えてから動き良くなりました。あ、そうなの、はい、すごいね。上がりタイムもね結構安定して安定してるんですけど、うん、このメンバーでちょっと足りないんで、もうちょっともうちょっと、はい、ちょっとセッティング扱っていきます。今日は、じゃあ優勝戦に向けてはヘッド周りキャブ、まあ、そうですね、この辺セッティングね、はい、もうちょっと上積み上がりたいと、はい、優勝戦考えてタイヤどうですか。タイヤは昨日のが良かったんで昨日ので行こうと思います。昨日のね、はい、番号はこれは、まあ、29です。29か、29ね、分かりました。さあ、今節のスタートのキレを教えてください。スタートのキレ悪くないんですけど、うん、タイミングが安定しないんで、うん、ちょっと練習でも一回合わせて、ちょっと初日の3号はちょっとね、そうだ、1回目ちょっとフライングがあって、あ、なるほど、自分もちょっと早く出ちゃったんで、うん、それでちょっとビビった、はい、なるほどね、よしで、そっかそっか、はい、ちなみに正規の、ガソリン、正規のオートレスの燃料は何かガソリンかい。ガソリンだよ、はい、燃料はサポ。かっこいいね。かっこいいね。かっこいいね。はい。すみません。嫁のプレゼント。あ、プレゼントね。いいプレゼントですね。ね、いい、はい。かっこいいよね。燃料は酒ってね。はい。やっぱオートレーサーらしい。らしいですね。じゃあいい燃料入れて、はい、優勝を目指して頑張りましょう。はい、優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、今日もいい位置つけて頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、6号車田中選手です。はい、サッチン優出おめでとうございます。ありがとうございます。今節1着2着結構上がりタイム出てます。そうです ね、はい、エンジン感じどうかね。感じはこの間から良くなってきたと思います。結構いい感じに、はい、これ下回りかなんかやったんだよね。そうですね、前回の一般開催中に下回りやって、やっぱこっちの方が結構反応する。そうですね、はい、今日どうかね、優勝戦に向けて、エンジン調整するところありますか。ちょっとまんまだと優勝はできそうにないので、うん、もうちょっとはい、整備します。どの辺やる。ヘッド周りとキャブをちょっとヘッド周りとキャブでね、はい、ちょっと上手に測ると。はい、分かりました。今日どうかね、優勝戦考えてるタイヤあったら教えてください。タイヤは、まあ、昨日のが跳ねなかったんで、うん、昨日の候補、昨日ので行こうかなと。一応昨日のね、はい、結構番号いいやつ。まあ評判は多分いい、悪くはないと思うんですけど。2級か、はい、あ、2級ね、了解です。さあ、ここ10戦大外です。今節のスタート切れどうでしょう。ちょっとムラなんで、うん、まあ、クラッチもちょっとやったんでスタート練習して、うん、はい、ちょっと枠なりじゃ厳しいよね。ちょっと枠なりじゃ厳しいんで。そうだよな、はい、ある程度スタートでね、そうです、アドバンテージで作れるように、はい、頑張りましょう。はい、はい、そうしました。優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、優勝できるように精一杯頑張ります。はい、7号車です。石川哲也選手です。はい、てっちゃん優出おめでとうございます。ありがとうございます。あとそれとその前のアフターがね、はい、あ、はいはい、完全部おめでとうございます。おめでとうございます。さすがだね。よかったね。これで3連続だよ。いや、嬉しいですね。ちょっと今回さ、ハンデ下がったんだけど、しっかりキロもさばいてさ、はい、いやいや、エンジンも安定してるし、タイヤもいいし、ね、今回は何かエンジンは扱ってる感じかな。
いや特にちょっとキャブとか電気とかもう微調整その辺しかやってないです。結構いいとこまで来てる、はい、リングだけやってきた。リングやったね。昨日の朝リングだけやってリングやってさらに良くなったからね、はい、今日どうかね、優勝戦に向けて扱うところあったら教えてください。とりあえずそのままでは許すけど、うん、一応ベースで、まあ、ちょっとはいこのこれをベースに、まあ、キャップもうほんとちょっとぐらいしかやないと思うっす。ちょっと塩コショウパラパラぐらい、はいはい、そんな感じだ。濃いめか薄めかわかりました。今日もし晴れたら、タイヤの候補ありますか。まあ昨日ので、昨日の、はい、じゃあいいやつね。いいやつわかりました。今節、10m 下がりましたけどスタートのキレを教えてください。まあ、はい、いやまあそれなりにはいい、自分なりにはいい、自分なりにはいい、はい、いい感じね、はい。初日はちょっと平凡したのは、ね、絡まっちゃったからね。あれ絡まりか、絡まっちゃった、出てから絡まっちゃったから絡まりでしょうがないな、はい、ここは後ろにね、スーパー青山選手いますけどどうかね。いやー昨日はてっちゃんの隣の佐々木さん叩いちゃったからね。そうなんですよ、変わんないしと思ってスタートしたら早い。だこれてっちゃんちょっとさスタートでさ食われるってことだけは、それだけはなんとかしたいけど、いやいや早いけど早いけど、てっちゃんもちょっと集中しようぜ。ここはてっちゃん食われたらさ面白くなんともないよ。そうなんですよね、早いし昨日も抜かれた後ついてこうと思ったらもっと早かった、どんどん行っちゃうから、すごかったもんな、ちぎりっぷりがな。じゃあ今日はもうちょっと塩コショウのね、はい、スパイスで味付けしてね、ちょっとナンバーワンに立ち打ちしよう、はい、頑張ります、頑張りましょう、はいはい。そうしました、優勝戦です。意気込みカメラに向かってどうぞ。はい、今日も一生懸命頑張ります。はい、8号車です。青山選手です。はい、周平優勝おめでとうございます。優勝の前に、山陽プレミアムカップ完全 V、 まずそこおめでとうございます。ありがとうございます、素晴らしいです。ありがとうございます。ね、今回山陽から帰ってきてもピンピンと来ました。エンジン感じどうでしょう、山陽と比べて。エンジンはどうですか。まあ、山陽の最終日がすごい良くて、すごい良かったもんね。そのまま感じで、はい、いい感じで維持できてる感じ、はい、分かりました。これから優勝戦はどうでしょう、何か扱う予定はありますか。まあ、点検程度で、点検程度、はい、ある程度いいところまで来てるんで、はい、点検程度ね、はい、ここまでやらないと。さあ今日優勝戦考えてるタイヤあったら教えてください。タイヤは昨日のか、うん、まあ、前節の3、4で乗ったやつ、うん、問題ない、どっちかにしようかなと。羽根が少し気になる。なるほど、ちょっと羽根がね、けど、うん、まあ、昨日のは大丈夫だったんですけど、はい、あまりいいもんね、あんなの、まあ、そうですね、今日あんなちぎっちゃったもんね、素晴らしいですね、久しぶりに。そうだよね、はい、いいタイム出たんで。じゃあ今日も完全部期待だね、これね、まあ、全力でね、そうだね。まあちなみに今節のスタートの切れはまあ普通、まあ久しぶりにスーパーハンデやったんですけど、うん、やっぱり厳しいですね。いやでも昨日初日はすごく、うん、ちょっと流れに乗るのに時間がかかって、はいはいはい、昨日結構早かったよね。昨日はまあそれを反省を踏まえてスタートで誰か田崎さん叩いて、はい、もうちょっと早め早めでね、やっぱりちょっとなかなか難しいですね、一周目の流れに乗るのが。なるほど、はい、じゃあ今日はちょっとそこら辺ちょっと早い段階でギア入れてね、まあ、そうですね、いく感じでね、前の選手が早いんで、全然いやいや周平が一番早い。いや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 、わかりました。そうしましたら優勝戦です。意気込みカメラに向かってお願いします。はい、なんとか前回プレミア優勝できて、そのままの人で今節も、来れてるんで、優勝戦頑張ります、応援してください。はい、こんにちは。今日はね、ちょっと、今季でナンバー4陥落の伊藤翔馬君の T シャツを着て、YouTube 来ました。伊藤君おはようございます。おはようございます。おはようございます。翔馬さ、ちょっと昨日の基礎タイム出してさ、はい、最後見せて、ね、ナンバー4の実力を見せてくれると思ったんだけど、ちょっと厳しかった。厳しかったです、すいません。それを顔で表すとどんな感じかな。一生懸命頑張ったんですけどね。そうだな、一生懸命頑張ったよな、けど こんな感じ、まあ、どう佐々木さん、しょうがないね、うん、俺様だよ、俺様ですね、うん、俺イケメンですね。もうイケメンでこんなやってんだよ。じゃあ最初もやってみてよ。違う、もう俺じゃがっくりじゃん。もっと自信満々の伊藤翔馬と。ベルです。可愛いね、佐々木さん。ねえ、面白い。ね、
かっこいいでしょ。かっこいいですね。周平、ペータローを見つぶ俺だもん。はい、ね、恥ずかしい。いやいやいや、今日ね、あの昨日ロッカー回った時に、明日最後のショーマだから、この T シャツ着てくるからショーマ頑張れよって、はい、あね、ショーマが乗ってくれたらね、さらに良かったんだけど、はい、ちょっと、もう今日は衣装これって決めてたから、はい、ひどくどく来ました、ね、ありがとうございます、はい、2人はね、今日レース頑張ってください。はい、頑張ります、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。